こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はモンスターストライクをやっていきたいと思います。はい、モンスターストライク3周年学絶感謝ガチャがやってもう興奮しすぎて噛んでしまいました。やっとやってきたので引いていきたいと思います。はい、まずですね、引き方なんですが、このプレゼントボックスに入っている3周年感謝キャンペーン虹玉プレゼント、これ受け取ります。そうすると虹玉がもらえまして、でもガチャ行けば引けるんじゃない。あ、出てきた。おうおうおう、ここでスクショはい、でもってですね、ここの欲しいキャラの属性をここで選ぶんですね。で、私は前回まみチャンネルの動画の方で何が欲しいって語り動画を出したんですが、光という結論が出てるので光いきたいと思います。マジでウリエルかキスキラかムサシかアラジンかゼウス、お願い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 、マジマジ本当、ここは足もちゃんと取れてる取れてる。3周年おめでとう、わーい。お、わ、すごっ。マジか。これ。うわ、いや、三蔵法師かな。ひかりちゃんいるし、ジュリエットいらないし、ロイゼいるし、何体もいるんだよ。ドロシーもいらないし、いらないとか言っちゃダメだけど、いや、三蔵法師だな、私だったら。え、微妙。いや、マジへこみ中、今。もう、ウリエルとか来ちゃったらどうしようとか思ってたのに、マジか。いやー、これは、ちょっと待ってね。いや、ちょっと、調べてきたんですけど、三蔵法師、闇属性耐性、闇属性キラーだけど何にも持ってないんだよね、あれを、アビリティを。闇に特化しすぎてくれてるけどみたいな。月読みゼロだけって考えたら、ドロシーをこれをスライドさせた方がいい気がする。これを神化の方に、ゴレ持ちなので、ドロシーか。いや、ほんとね、ロイゼはね、正直ね、3体目4体目とかになっちゃうんで、ほんといらないんですよ。もういや、ドロシーかな。ドロシーでひかりちゃんは持ってるし、マジか。私の3周年が終わりました。まあいいでしょう。まあ、こういうね、ガチャをね、引かせていただけるだけ、本当ありがたいというか、嬉しいので、本当にありがとうございますという感じですね。はい。以上です。皆さんの3周年ガチャ教えてください。ああ、よかった。でも、キスキラ、次、ちゃんとコスプレして撮れるね。遠い目。ああ、ウリエル。私のウリエル。まあしょうがないですね。はい、というわけで今日のコーデです。今日のコーデは気合い入れてワンピース着ました。でもダメでした。でも前向きに行きます。未来は明るいはい、というわけで YouTube のチャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。 YouTube のチャンネル登録していただけると何万人記念という形でコスプレ配信とかしたりしているので、おすすめ漫画を紹介したりねするので、よかったら登録よろしくお願いします。こちらのパソコンから見てる人はこちらの横から押せて、スマホから見てる人は下の説明欄から URL が
あの書いてあるので、そちらの方をポチリと押してください。ツイッターの方はツイッターでマミチャンネルと検索するか下の URL から、押していただければ飛べるのでよろしくお願いします。ではでは今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。